アラフィフの夢、10歳若く見られたい、その夢実現しましょう。そんなの無理だと思ってるでしょ。でも全身のむくみを取り、老廃物をしっかり外に出して、普段使わないタモリ菌を使えば若返りホルモンが爆増します。確実に明日のコンディションが良くなる10歳若めストレッチやっていきましょう。スマホは床に置いて見ながらやりましょう。あくらでも正座でも楽な体勢で大丈夫です。両手を体の前に合わせて、でこの手と手を押し合わせ、ギュッと。でこうすると胸とか脇の下とかそのあたりに力入ってる感じがあると思います。こんな感じです。胸の高さあたりで手と手を押し合う、胸使ってる感覚あればいいです。でこの時にこうやって肩が上がらないようにしましょう。肩を下げておいて手と手を押し合う、胸脇の下、このちょっと脇の下の前の方ですねとか使ってる感覚があればそれで OK です。よし OK。 そしたら次はですね、両手を手のひらこう外、手のひらが上って感じですね。こういう感じで向けます。こうじゃないですよ、こっちです。向けてこの状態で胸張ってキープです。二の腕筋肉使ってる感覚ありますか？二の腕の筋肉で、なるべく猫背にならない方がいいですけど、まあまあまあ多少猫背になってもいいです。二の腕使ってる感覚あれば、こっち向けだと全然意味ないです。こっち向きです。外ねじりっていうかこうです。胸張って、でこの時もこうなんないでしょう。肩は下げておく。で胸とかこの腕が伸びる感じ、こっちの力こぶ側で二の腕の筋肉を使ってる感じがあればいいです。なるべく胸張る。で息つければいいです。もう途中でこうやって膝立ちになってもいいし、まあ正座してもいいし、どんな体勢でも大丈夫です。極端な話さってやっても大丈夫です。よし OK です。そしたら次はですね、この体育座りして、で両手を床につけます。でこの状態で片足ずつ上げます。でこの時も前ももを使うっていうよりかは、股関節付け根、腸腰筋っていうこのインナーマッスルです。股関節付け根を使うイメージ。でちょっと後ろ倒れないように腹筋は力入れててほしいです。呼吸止めないようにしましょう。でもし頑張れる人は手離して、こうするとより腹筋、体幹部にも効きながら股関節付け根を使えるんですが、まあ、きついと思うので全然手ついたままで大丈夫です。呼吸止めないようにしましょう。で、スピード勝負じゃないんでゆっくりでいいです。前ももじゃなくて付け根意識してやりましょう。で肩ね、この時もあんまり力入らないようにしましょう。できつかったら各種目の最後の10秒サボっても大丈夫です。よし OK です。そしたら、この体勢のままですね、手後ろについて、でこのままお尻を持ち上げる。これで裏もも使う感覚わかりますか？お尻を持ち上げる、お尻を持ち上げる。でもしこれ裏も使う感覚わかんなかったら、もう寝ちゃった方が多分わかると思います。寝ちゃってこのままいつもやってるこの動き、裏もも使う感覚あれば OK です。で、腰反ったまま上げるとあんまわかんないので、お尻から上げる感じ。この時もそうです、お尻から上げる感じ。裏ももを使うことが目的なので、座ったままでも寝たままでもどっちでもいいです。でこの時も肩力入らないようにしましょう。呼吸は止めないようにしましょう。きつくなってきましたね、これは。ラスト1回よし OK。 そしたらですね、正座でも長座でもあがらでも何でもいいんですが、座ってもらって、普段こうスマホとかで使いすぎてるこっち側、腕の前側伸ばします。手のひらこんな感じでつきます。腕こっち側伸びてればいいんですけども、多分硬い人これできないと思うので、そしたらもうちょっとこうやってお尻浮いてもいいので、こうするとできるかなと。この方がきついんですけど、できない人はちょっとお尻浮かしてもいいです。こう、もうちょ極端な話こんな感じ、膝立ちになっちゃってもいいです。腕のこっち側伸びればいいです。でこれ人によってですね、伸びる角度違うと思うので、これが伸びる人もいれば、ちょっとこうした方が伸びる人もいれば、もうちょっとこっち持ってきた方が伸びる人もいれば、どの角度が正解ってのはないので、自分が一番伸びる位置探してあげてください。この時も呼吸を止めないようにしましょう。よし OK です。そしたら次は体育座りの状態作ります。この感じです。で、両足左に倒します。こうです。でこのまま体真正面に倒します。
左に倒してるので左のお尻、そして、この手なるべく遠くに伸ばしたいので右の脇腹伸びると思います。体育座りの状態から左に倒す、でこの万字の状態で真正面に倒す、左のお尻、あとは右手を遠くに伸ばしたいので右の脇腹も伸びると思います。このポーズできない人はいいです、これぐらいでもいいです。でこの足この形作れない人はなんかちょっと崩れてこんな感じでもいいです。左のお尻が伸びてる感じがあると思います。頑張れる人は倒れて手をもっと遠くへ遠くへ遠くへ伸ばす。よし、 OK です。そしたら逆いきます、このまま体育座りの状態でちょっと足は肩幅ぐらい、そこから右に倒します。で体真正面に倒します。右のお尻が伸びてる状態で、左手をさらに遠くに伸ばす。右のお尻と左の脇腹、脇の下、伸びてる感覚があれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。できつい人いいです、もうこれぐらいでも全然 OK だし、まあ無理ない範囲で。で硬い人本当足のこの形できないと思うので、まあ多少崩れてこんな感じでもこんな感じでも自分ができる範囲で、でこの体勢でも前倒れれば右のお尻伸びると思います。なんか正解もう正しく完璧にやろうっていうよりは、あの普段ご自身がしてない動きができてればそれでもう正解です。よし、 OK です。そしたらもう一回体育座りの状態戻ります。こんな感じで、まあ足いいです、適当でこんな感じで、で手を後ろにつきます。でこのまま肘を曲げる、伸ばし切る、肘を曲げる、伸ばし切る、これ繰り返しましょう。伸ばし切る、曲げる、伸ばし切る。でもしきつければちょっと足の位置とか手の位置調整してみてください。曲げる、伸ばし切る、この伸ばし切るときに二の腕の筋肉使います。曲げる、伸ばし切る、やりやすい位置探してみてください。曲げる、伸ばし切る、呼吸は止めないようにしましょう。伸ばし切る、しっかり曲げる、伸ばし切る、ラスト1回でいきましょう。曲げる、伸ばし切る、よし、 OK です。で次は最近やってなかったら顔のむくみ取るストレッチやっていきます。一緒にあいうえを大きくあいうえを、45秒間いっていきましょう。いきますよ、せーの、あいうえを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 、きついですねこれ。あいうえお、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 あいうえお。体勢なんか何でもいいです。あぐらかいてもいいし、立ってやってもいいし、いつでもいいです。あいうえお、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 あいうえお。僕めっちゃ早口なんでこんな早いんですけど、もっとゆっくり。あいうえお、あいうえお、あいうえお、でもいいし、あと声出せないところにいる人は、口パクでもいいです。あいうえお、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 あいうえお。で、呼吸止まると思うんで、この途中休み休みで OK です。あいうえお、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 あいうえお。よし、 OK です。そしたら次はですね、これも口、顔周りなんですが、おうって言ってみましょう。おう口をちょっととんがらせるイメージで45秒間いきますよ。いきます。おう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 。こう休憩しながらでいいですかね、呼吸しながら。おう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 、ちょっとこう下の顎を出すイメージですね。おう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 、きつい。おう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 。これも口に出さなくてもいいですからね。おう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 、きつい。おうおうおう、よし、 OK です。じゃ最後ちょっとリラックスも兼ねたストレッチやりましょう。これも正座、長座、あぐら、立ったまま、椅子でも何でも大丈夫です。片手、左手を手のひら、こっち向けます。こっちじゃないです、こっちです、向けます。で、その状態で、ちょっと体の後ろに持っていきます。で、そのまま
斜め前に首倒します。この首から肩にかけて、あと胸、二の腕伸びる感覚があれば OK です。で、余裕があれば手でサポートしましょう。こんな感じです。これ多分首から肩にかけてが硬い人はもうここがすごい伸びると思います。逆に胸とか腕が硬い人はこっちが伸びると思います。この首、肩、胸、腕、このラインのどっか伸びてればそれで正解です。で、この手の位置もいいです。この辺でもいいし、この辺でもいいし、もっと後ろでもいいし、まあ真横ぐらいでもいいし、伸びてれば OK です。よし、 OK です。最後逆やっておしまいにします。この手を、右手をこっち向けます。こっち向けて、首を左に倒します。ちょっと体よりも後ろぐらいがいいです。これぐらいで、で倒す。首、胸、腕、ご自身が硬いところが伸びると思います。いろんな角度試して、あ、この角度伸びるなっていう位置を探しましょう。で、皆さん、ついついこうストレッチとかダイエットになると毎日やらなきゃダメっていう固定観念に駆られて、なんか三日坊主になっちゃう方もいるんですけど、いつも伝えている通りズボラストレッチの定義は週に1回で習慣化なので、週に1回1分でもできればそれで習慣ができているってことなので、ぜひ自分を責めずにね、1週間に1回できた、習慣化できたと自分を褒めてあげていただけると嬉しいです。よし、 OK です。お疲れ様でした。もうここまで頑張ったら全然ズボラじゃないです。素晴らしい。自分に拍手しましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。